はい、どうも、リュウシです。47都道府県縛りで日本一を目指すペナント第2回になります。縛り内容は概要欄を見てください。前回は、ドラ1の桂くんがパワヒ広角持ちということで、1年目で35本のホームランを打つというね、凄まじい結果を残してくれたんですけれども、チームはわずか10勝という残念な結果で終わりましたので、来年はねもっと勝てるように頑張りたいかなということで、一応ね助っ人のモズレーは解雇しましたので、今年も助っ人を獲得できるという状態にしてあります。それではね、出身地被らないようにドラフトやっていきたいと思います。まあね、前回10人獲得したので、それだけで10都道府県、獲得できなくなっておりますので、あそこはちょっとね気にしながら見ていきたいかなと思います。お、江藤くんですね。社会人左腕ということで、兵庫県はまだ取ってないですね。3球種で結構優秀な、先発リリーフという感じですね。大場くんも、全国準優勝左腕ですね。なんか江藤くんと能力は似てますね。福島もまだ獲得してないと思います。こちら中継ぎですね。悪くない。おお、井川くん大学ナンバーワン投手で、長崎も、取ってないですね。157キロ、で先発中継ぎができてコンスタ高くて3球種とめちゃくちゃ優秀ですね。おお、野手能力も強い。ミートは低いですが弾道4で、走力 A ということで、特殊能力も悪くないですね。まあ、セリーグなんでね、それだけ打席に立ってくれるので、井川くん優秀かな。黒江くん155キロ左腕のリリーフということで、サイドスローですね。大卒で球が速い左腕はめちゃくちゃ優秀だと思います。山梨は取ってないですね。お、宮沢くん155キロ左腕リリーフですね。横変化と、ムービングファーストということで、結構優秀で、栃木は取ってないですね。栃木も取ってないと。宮沢くん優秀、いいですね。おお、飯尾くん、ちょっと大卒リリーフ優秀ですね。154キロで3球種ということで、まあ、左にはちょっと弱いですが、宮崎もまだ獲得してないですね。今んとこ優秀そうなの被りがなくていいですね。山上くん144キロで先発中継ぎできる3球種のサイドスローということで、山梨はさっきいましたね。まあ、獲得はしてないので悪くはないかな。高上くん、坂上くん、142キロで3球種ということで、まあ、栃木も、大丈夫ですね。悪くない。上野くん四国ビッグスリー153キロリリーフということで、四国の、ビッグスリーもあるのか。全国準優勝ですね。高知は取ってないですね。徳島は取っておりますが、いや四国ビッグスリーなんて3人取ったら四国埋まるね。おお、吉岡くん162キロでスタミナがあって、高校ナンバーワンで甲子園優勝ということで、あ、沖縄は取ってないですね。あ、沖縄取ってない。あ、吉岡くんいいですね。タイピン C で、まあ、悪くないんじゃないか。162キロはロマンがありすぎますね。おお、町田くん四国ビッグ3ですね。142キロで、コントロールスタミナが優秀。変化球も、まあ、2球種ですがそこそこ悪くはないですね。高知県も大丈夫です。というわけで投手はこんな感じ。結構優秀な投手多かったですね。続いて野手を見ていきます。野手は打撃力ですね。町田くん、あ、東京は取ってますね。強肩のキャッチャーで、まあ、ミート以外は非常に優秀。まあ、キャッチャー桂くんと被ってるんで、まあ、ここは取られなくても大丈夫。草間くん東海四天王ということで、パワー以外は、まあ、そこそこ優秀なサードですね。静岡もまだ獲得していない。特殊能力もまあ悪くはないですね。強肩でサードショート、まあショートを早めに確定させたいですね。ちょっと今年野手不作ですね。あんま強いのがいない。船津くん
大学優勝外野手ということで、ハミーと守備がちょっと低いですが、パワー走力方は強いということで、長崎は取ってはいませんが、なんか優秀なピッチャーがいた気がします。上条くんですね、俊足のセカンド、高卒にしては能力が非常に高い。特殊能力も、優秀ですね。埼玉県も取ってはいないはずなんで、悪くはないですね。飯山くん、ミート以外は非常に優秀、弾道も高くて、新潟は取れますね。ジョーくんですね、高校ナンバーワン外野手、山口県は大丈夫なはず。パワー以外が優秀で、まあ、外野手ね、今んとこ一人もいないんで、悪くはないですね。野手は以上かな。ちょっとあんまり強い選手多くはなかったですが、ちょっと考えていきたいかなと思います。ドラフト1位に大学生ナンバーワンピッチャーの井川くんいきたいと思います。まあ、投手能力はね、もちろんめちゃくちゃ強くて、野手能力もね、セリーグにおいてこれだけ優秀な能力をしてるのはいいのかなと。まあ、絶対にね、競合するし、なんなら、まあ、5球団6球団競合考えられると思いますが、ちょっとこれはね、言っておきたい。まあ、吉岡くんでもいいんですけれども、まあちょっと悩んでね、大卒の即戦力をいきたいかなと思います。ワンチャン競合なし、単独行ってくれ。ほい、いやさすがにね、1,2,3,4,5,6 球団競合ですね。きつい。いやー、引けるかな。去年5球団行っちゃったんで、まあ、ここだ。いやさすがに無理か。あと誰、片瀬くんと町田くん、おっとで宮沢くん残ってますねこれ。というわけで、ハズレ1位は吉岡くん、もちろん行きたいと思います。甲子園優勝の高校ナンバーワンということで、まあここも競合しそうですが、162キロ非常に魅力的ですのでね、頼む、単独行かせてくれ。さすがに、うー、2球団か、ロッテ譲ってくれ、マジで譲ってくれ、お願いします。 OK、 好条件確定、よかったよかった。で菱山くんと、なかなか優秀な選手が多いですね今年は。ドラフト2位で四国ビッグ3の町田くん行きたいと思います。まあ、今度は全国準優勝ということで、まあ、甲子園、優勝と準優勝のエースを獲得していきたいかなと思います。高知県ですね。ドラフト3位で高校ナンバーワン外野手のジョーくん指名したいと思います。まあ、まだね、外野手誰も取っていないので、まあ、高卒ですしね、若いので、こちらを3位でいっときたいと思います。ドラフト4位で全国優勝外野手の船津くんですね、こちらをいきたいと思います。まあ、パンチ力のある外野手ということで、長崎もかぶっておりませんので、こちらを4位でいきたいと思います。ドラフト5位で大学生リリーフの若井くんですね、こちらを指名したいと思います。宮城県ということで、こちらも大丈夫ですね。中継ぎと抑えもできるということで、特殊能力も優秀だと思いますので、こちらを行きたいと思います。ドラフト6位で高卒リリーフの荻野くん指名したいと思います。サイドスローですね、球速は137キロと遅いんですけれども、その他結構優秀でね。埼玉県、まあ、関東なんであんまり取りたくないかなと思いましたが、まあ、リリーフの数も少ないので、荻野くん行きたいと思います。ドラフト7位で FE の高卒ピッチャー赤田くん指名したいと思います。まあ、先発なんですが、スタミナはそんなに高くないですね。150キロ超えていて、特殊能力も左にめちゃくちゃ強いということで、まあ、将来性に期待してこちらを指名して、まあ、今年はこれで終わりにしたいかなと思います。助っ人ですけれども、今年はね、リリーフを探してきてもらいました。まあね、今リリーフめちゃくちゃ弱いので、まあ、誰かしら獲得したいと思います。今年はカワード投手ですね、こちらを獲得したいと思います。まあ、スタミナのそこそこ高いリリーフということで、ちょっと1年使い潰して切る予定ですが、こちらを獲得してね、ちょっとブルペンを支えてもらいたいなと思います。さあ、3年目のシーズンの開幕となりました。今年はね、なんとか勝ち星を増やしていきたいかなと思ってます。
メンバーですけれども、先発はね、与座くんと高橋玲が、まあ元々いた現役の選手で、吉岡くんですね、町田くん、この2人がルーキー、そして去年のドラに安村くんと、去年のルーキー田所くんですね。この6人でまずはローテーション回していきます。リリーフはね、まさかのカワードが、抑え専門ということで、ちょっと予定とは崩れてしまったんですが、まあ、去年抑えを務めた沖君や、今年のルーキー荻野君に若井君、あとはまあ倉本君あたりで、あとは使い潰していきたいかなと思います。まあ、ちょっと去年ね1年やっただけで3人死んだので、今年もきついとは思います。野手の方は、まあ、1番に星川君、2番にルーキージョー君ですね、3番に桂君、4番に船津君、5番に笹沼君、6番に日高君と、まあ、あと3人はねちょっと早めに補強したいなと思っておりますが、こんな感じでやっていきます。というわけで能力が確定するオールスターまで飛ばしていきたいと思います。さてルーキーの能力が確定しましたので見ていきたいと思います。まずはドラフト1位吉岡君ですね。158キロということで、まあ、160キロには届かなかったんですが、結構早いですね。ただ赤徳子宮持ちということで、まあ、緩急あるのはいいんですが、まあ、緩急の変化球がないので、まあ、それはどうなのかなという感じではあります。もうちょっとね変化球が強かったらいいかなという感じですが、今後に非常に期待がかかる選手だと思います。続いてドラフト2位の町田くんですけれども、こちらも子宮持ちですね。スタミナはそこそこ高いですが、変化球は微妙、あと1球種何かしら覚えてほしいんですが、あと特殊能力がちょっと微妙なんでね、その辺をなんとか、頑張ってもらいたい。続いてドラフト3位のジョーくんですけれども、思ったよりもミート、まあ、打撃力が低いですね。ただレーザービームがあって、肩 B 守備 B ということで、守備に関しては悪くはないですね。ただやっぱり打撃力がないと厳しいかなということで、今後の成長に期待です。続いてドラフト4位の船津くんですけれども、まさかのパワーヒッター持ちということで、特殊能力は非常に優秀ですね。パワーヒの他にも固め打ち、まあ、バントマルとあってね、まあ、基礎能力はミートが低くて、まあ、他にもねちょっと期待よりは少ない、低いんですけれども、非常に優秀な選手だと思います。続いてドラフト5位の若井くんですね。こちら3球種になったんですが、シーズン途中で一発がついてしまったということで、やっぱ選手が少ないとそれだけね、赤徳がつくリスクがあるので、そこがちょっと厳しいですね。基礎能力は悪くないので、まあ、特殊能力を頑張って鍛えていきたい。続いてドラフト6位の荻野くんですが、基礎能力はねめちゃくちゃ成長して、コントロール B まで上がって、まあ、3球種ということで優秀なんですけれども、こちらもシーズン中に一発がついてしまっております。非常に厄介ですねこれ。他はね伸び C だったりクイック C、まあ、回復 C があるのも優秀ですね。高卒なんでちょっと特殊能力を頑張ってもらいたいかなと思います。最後に赤田くんですね。青徳が優秀、対左 B 奪三振要所丸ということで、すごい将来、期待できるピッチャーだと思います。スタミナがまだ低いので先発をやらせられないのが、まあ、1年目はね2軍で頑張ってもらいたいかなという感じです。さあ競合したルーキーの能力を見ていきます。まずは6球団競合の井川くん、くじを外した井川くんですけれども、めちゃくちゃ強いですね。155キロ DA の3球種、まあ、変化量はちょっと少ないですが、そして青徳も低め丸、内角攻め、ポーカーフェイス、さらに怪我しにくさ B、回復 C ということで、いやこれはすでにねうちのチームだったらエース級ですね。野手能力、妄想力、肩が優秀ということで、まあ、ミートが低いんでねそんなに強くはないですが、セリーグだったら、非常に優秀ですね。いやこれ外したの痛いかもしれない。
続いて、2球団競合のキャッチャー片瀬くんですね。いや、キャッチャー B か、強いな。さらにホーム死守と、ラインドライブもありますね。打撃力は、まだまだですけれども、いやー、非常に優秀なキャッチャーでしたね。これはさすがに見抜けない。続いて2球団競合の、宮沢くんですね。154キロ左腕ということで、対左にも強く、変化量は少ないんですけれども、ムービングファーストと横変化2球種ということで、これもなかなか優秀なリリーフピッチャーだと思います。今年は競合したドラ1強いですね。最後に2球団競合の町田くんですけれども、いや、優秀ですね。キャッチャー D ですけれども、バント丸守備職人、走塁 B、回復 B と、青徳が優秀。守備もね、もうキャッチャーやる分には申し分なく、あとは打撃力という感じになってます。年齢がもう25歳ということで、即戦力ですね。いや、強いな今年のドラ1。もう一人ちょっと紹介したいのが、西武の2位ですね、塚越くんなんですけれども、めちゃくちゃ強い。重い球奪三振、内角詰め対ランナー丸、打たれ強さ B、 回復 B ということで、155キロでスタミナも申し分ない。変化球だけちょっと弱いかなという感じですが、すでにね 1.24 の3勝を挙げているということで、こいつはめちゃくちゃ強いですね。あ、能力覚醒してる。助っ人のカワードですけれども、能力としては非常に優秀ですね。伸び B に奪三振ということで、コントロールは低いですけれども、150キロということなんですが、抑えしか適性がないので、ちょっと登板機会が少なすぎるということで、カワードの能力は生かしきれてはおりません。さて、シーズン終了しまして 77.5 ゲーム差の最下位ということで、8勝で昨年よりも勝ちは減ってますね。非常に厳しい今回のシリーズ。セリーグを選択したのも結構間違いかもしれないですね。多分先発が途中で代打送られて、中継ぎへの負担がえぐいことになってます。とりあえずシーズン成績を軽く見ていきたいかなと思います。投手なんですけれども、先発は、一応今借りている与座くん、与座がめちゃくちゃ優秀ですね。でルーキーの吉岡くんは、2勝を挙げてます。防御率 4.27 で規定には載っておりませんが、高卒ルーキーとしては、頑張った方かなと思います。昨年のドラフト2位の安村くんですね、防御率 5.49 で一応2勝を挙げてます。田所くんは、1勝もできずということで厳しいですね。町田くんも1勝もできませんでした。ちょっと赤徳がついちゃうのがきついな。ちなみに助っ人のカワードは防御率0点台ということで、めちゃくちゃ頑張ってくれたんですが、登板は18だけということで、まあ中継ぎ適性があればよかったんですが、一応なんかシーズン中に覚醒もしているんで、契約するかは微妙ですね。中継ぎは、荻野くんがね、急成長じゃなくてめちゃくちゃコントロールが上がって、防御率3点台でシーズンを終了してます。中継ぎの中では一番良かったかなと。昨年のルーキー沖くんは防御率6点台、去年抑えだったのに反して、今年は中継ぎを使ったんですが、微妙。若井くんは一発がついてしまうと。中継ぎがね、ちょっと厳しい。人数がいないのが、ちょっとなんとかしないといけませんね。続いて野手ですけれども、野手は今年、ちょっとひどかったね。チーム打率トップ星川くんで2割4分7厘ということで、それは点取れないですよ。桂くんはあと1本で2年連続の30本だったんですが、打点が非常に少ないですね。船津くんは、1年目で14本のホームランを放ったんですけれども、打率は1割台ということで、ジョーくんも打率は1割台ですね。これはひどい。平賀くんに至っては1割1分1厘。
浅沼くんなんて0割打率ですからね。いやこれで勝てというのは、ひどいもんですよ、さすがに。ちょっと投手も野手もね、穴だらけという感じなので、なんとか頑張りたいんですが、今年来年のドラフトで補強できるかどうかって感じですね。というわけで、最後にね、年間表彰式を見て終わりにしたいかなと思います。今年は桂くんも微妙だったので、あ、ただベストナインに入っておりますね。29本打ってくれたので、それは良かったかな。そしてゴールデングラブに平賀くんということで、守備は微妙ですが、そしてジョーくんも入ってますね。守備に関してはジョーくんは悪くないので、取ってもおかしくはないかなという感じです。そして個人タイトルは新人王ならず、岡本が非常にすごい、三冠王ですね。やばすぎる。塚本も盗塁王と最多安打ですね。いやー、これ優勝いつになるか分かりませんね。さあ、というわけで3年目が終了しました。去年よりもね、戦績が落ちてしまうということで、先が見えませんけれども、よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。